こんばんは、エルスです、今日は夏について語りたいと思います。夏といえば、やっぱりセックスですか？もうすいません、カットです。いいじゃん、いいな。夏の思い出話。ねえよ、毎年しかしてないの夏。嘘でも、新島行ったって言わないわけ。新島の帝王だ。なんかさ、昔高校の頃になんかナンパしに近くのなんか村祭りみたいなのがあってさ、なんか全然相手にするつうか、話しかけた子が後輩だったんで、中学。あ、そういうやついますね、失敗したやつ。やっぱやれないと怒る。怒んねえの。夏の話ある。夏の祭りに行ってさ、そうめんを5000円で買えって言われて、5000円もうお前って。編集してね。まあそれはほら関係ないところだから。